はい、今日は何、もうちょっと嫌なもの持ってるよ君。今日はさ、はい、わさびの辛さが、うん、なんかコーラで消えるらしいんだって。本当かよ、うん、ちょっと試しましょう。お願いします。はい、どうもこんにちは、高橋です。今日も元気にいきましょうぜ。今日使うのはこちら、コーラわさび。ちょっとやりましょう、早速。ちょ手加減してよ、最初。いやいや、それはそうですよ。それはそう、はい、あ、よかったよかった。はい、いきなりそれ一本みたいになられたらいや、それはエグいよ。それはエグいから。まあ、はい、とりあえずじゃあこれこんぐらいからいこうよ。でもこれスプーン洗った君。洗ってない。めっちゃカビ生えてるよ。洗えよ。そう、また別件来ちゃったよお前。ちょっとスプーンめっちゃカビだらけなんだけど。よくこれ見つけてきたんだよお前。また別の罰ゲームじゃねえか。もうこれ使えよお前。このくだり。とりあえずね、ちょっとです。ほんのちょっと。本当に消えんので、やっぱりさ、うん、せっかくだからまずコーラのマネで食べてよ。あ、なんか純粋にわさびだけ食べる、うん、そう、本当にわさびかどうかやっぱ見たいじゃん。いや、いる、そんな人。いやわさび純粋に食べる人って、それもうわさび職人だし。いや、一応嘘じゃないよっていうのはやっぱり辛い。もともとちゃんとわさび辛いよっていうのはやっぱみんな見てもらえないと。あ、そうね。はい。いや、辛いよ。待ってんだよ、まあ、普通に辛いわ。じゃあ本物ね、やっぱね。はい、はい、さっきよりちょっと増えとるやんけ、お前。え、気のせい、気のせい。ちょっと増えとるやん。気のせい。あの、これを先に開けないと、はい、あの、またちょっと、また別件で問題、ね、問題いっぱい起きるな、今回。カビ生えてるし、わかんないし、もう。開けてよ、先に。はい、さっきよりね、ちょっと多いけど。まあ、大丈夫でしょう。いける、ほんと。行こう行こう。いや、これ食べて、うん、そのまま、何飲めばいいんですよ。ちゃんと辛いを感じてから飲めばいい。そう。いただきます。いや、これいただきますっておかしい。なんで普通に今言えたの。いただきます、じゃあ。はい、消えた。すげえじゃん。え、これすごい。すごいだろ。あ、消えるわ。これね、うん、なんか一応炭酸がわさび、喉とかね、うん、鼻についたわさびをこう成分を洗い流してくれるんだって。うん、なんかそんな感じしたし。なおかつ糖分があるから、うん、か粘膜を保護してくれるんだって。はあ、え、なんかそんなに何理論的なのがある。一応ね、なんか調べてたで。あ、すごいね、うん。すごいね。じゃあさ、うん、量増やそう。分かってたよ。え、分かってた。分かってたよ、大体。分かるでしょ、もう。もう2年やってんだから分かるでしょ。いやね。じゃあ、いくよ。はい。もうなんか構えがおかしいもん。いやいや、ちょっと待って。いや、マジなやつやん。よいしょ。いや、ちょっと待って。いや、そんなにぬぬって出んの、うん。うんこかわさびぐらい。そんなわけないよ。よし。行ってみよう。うーわ、ちょっと。なかなかこの量食べることないよ。いや、ないよ。いや。人生初だ。いや、それはそうだよ。それはないよ。怖え。じゃあいくよ。はい、カウントするからね、いつものやつ。はい、いきますよ。はい、3、2、1、はい。はい、コーラ早く急いで。あの、体が拒絶します。さすがにこの量は食べちゃいけないって体が拒絶します。ちょっと待って、これ無理だわ。これな、じゃあ口に、え、これ待って、これ飲めないわ。え、もう出しちゃう。じゃあカミカミしようか。カミカミしてちょっと出していい。なんか、ね、飲み込んだらダメですっていう。分かった分かった。信号が脳から発せられた。分かった。じゃあカミカミして出そう。そして、うん、やれるだけやってみるわ。オッケー。やれるだけやってみる。オッケー。無理だ。とりあえずあれあれって噛んで、うん、吐くから。オッケーオッケー。多分ね、また出ちゃうと思う。オッケー。本能的に。オッケーオッケー。いきますよ。はい。3、2、1、はい。
はい、コーラコーラコーラ急いで急いでコーラ急いでコーラ急ぐコーラ急ぐもっと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 おお、え、消えたすごいわこれ。消えた、口の中全部一応行き笑って走ったのよ、うん、飲み込んだら危ないと思ったからキューってやったとちょっと吐いたけどいけたよ。おお、これすごいわ。はい、そんな感じでございました。今日も見てくれてありがとう。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。他の関連動画もぜひ見てね。わしも頑張ろう。またね。あー、結構入ってる。ほい。ちょっとじゃあ開けるよ。いきます。閲覧注意です。はい。はい。